神保町吉本漫才劇場始まるよ。さあ始まりました、なれそめとーそんなごっつい始まり方するのこんな感じなんですか。そうですよ、ね、当たり前だろお前。このなれそめトークはですね神保町漫才劇場 S ラック A ランクメンバーがですね、そのコンビのなれそめについて話していこうというトークライブでございます。ということで、はい、プールから自己紹介お願いします。はい、はい、僕がプールのコウミと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、僕がコウミだね。プールの高橋と申します。よろしくお願いします。カメラ俺ちょっと横にして、いじっていい？カメラ、まあ、カメラいじったらあかんねん、はい、お前止まるやん。違う違う、画面さんにおら、ちょっと変えるで。OK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 、はい、大丈夫大丈夫。あ、大丈夫ですよ。こっちは大丈夫です。大丈夫ですけど、オッケーオッケー。あんな大声で MC で怒鳴り始めたのに、そんな、それちょっと前にやっといてくださいよ、それ。でも俺今、誰もおらん画面に向かってあんな大きい声で入れてる。映ってなかった。不審者や、そんな。虎、はい、に向かって大きく出したら。はい、11月おじさんの大森です、お願いします。あれ、ちょっと、マムさん。いや、11月2日のマンプと申します。お願いします。こいつ、名前飛んどる。違う。名前飛んどるわ。なんか、今のさ、お前の言い方、11月2日の大森ですって言ったら、よいしょーみたいなあると思ったら、誰も言えへんから。あー、ありそうでしたね。言えなんか、言えうるさくない？俺の後ろ、これどけた方がいい？なんでもいいよ。いや、はい、大丈夫です。その発言がうるさい。いや、その、上だけしか来てないっていう。ちょっとお前、またタオルかい。待機の仕方 AV 男優やん、お前。いや、ちょっとごめんな。うん、全然下、なんか一応気持ちトランクス履いてるとかないから。あ、履いときや、ちゃんと。ほんま、危ないっすよ。やらせていただいて、ちょっと一応これ大丈夫か、これごめんな。まあ、もちろん俺もノーパンやしな、はい、下な。そうそうそう。え？マジっすか？いや、もちろんな。だから2人で平均1着やな。うん。いや、でも、なんかその。はい、僕もズームボケみたいなやりたいなと思って、なんかちょっといろいろ考えたんですけど、うん、今日、30分、みんなにバレずにちょっとずつグミ食べるっていうのを、ちょっと僕はちょっとやらせていただきます。そのボケとして。宣言してからやるの。しかもネタバラシされても、おおってなるわ。なんもならへん。おお、そうなの、すごいねってなるよ。で、別に、なんか、そのカレーとかやったらすごいなって言うけど、グミはいけそうやしな。あ、いけるわ。だから、そうですね、今。すごいな。だから、でも何個食べれるかっていうのをちょっとやりたいと思います。はい。はい、あ、もう食うたよ、1個食うたよ、もう。ええわ、バレてんねん、もう。はい、高橋はこの30分以内に、はい、マスターフグ呼んでこいよ。いや、僕、ボビナムのマスターなんで呼んでくるんですか、30分以内に。あいつ、入るやろ、なんか画面に。ボビナム、ボビナムの説明しなくちゃいけなくなっちゃうから、マスター。いや、それはもうめんどくさい、いや、ボビナム。その、11月のリサとプールの時点で誰も見合えへんのに、マスターフーゴの話すんな。マジで誰も見合えへんだから。これ、一番の大当たり会って聞いてます。違う僕は。神保町漫才劇場で一番人気ないのが俺らで、次が同期のキャッチ・ザ・ドリームで、次がプールやから。1位と3位が出てんの人気ない。うん、やばいから。うわ。いやでもプールって、はい、キャッチ・ザ・ドリームのこと知らんやろ、絶対。知らんやろ。俺ら同期の。はい、まあ、そうですね。知らないです。はい、一番に、2番目それより俺ら人気ないから。うん。まだ数の人が人気あるもん。あれですよ。ジャンゴさん、オフローズさんペアよりは大丈夫ですよ、僕ら。確かにな。まあ、接戦やな。接戦やけど、まあ、あいつら一人多いからな。そこに一人お母さんお父さん多いと思ったらだいぶ違うで。そうやな。ちょっとじゃあ、トーク、いきまーす。そんな感じ、はい、トークいきまーす、はい。芸人を目指した理由を教えてください。はい、芸人を目指した理由。そう、これ俺バイト今午前中バイトやったから、このな、帰ってきてん、ちゃんと。そう、ちょっとこの、いや、まあまあ、はい、テンポがうんこみたいな合コンみたいなけど大丈夫か。いや、まあそのまま、男にのうんこ合コン、はい、はい、芸人目指して理由をお願いします。はい、芸人、そうですね、僕はでもちょっと一回
恥ずかしいんで、あの僕らの時代だと思ってみんな見てもらっていいですか、これなんかテーマ的に。じゃあ俺も草薙くんのつもりで。はい、で、なんでチョナンカンのつもりでみんな。いや、チョナンカンで言わないでください。草薙はい、どうぞ。でも僕はでも本当になんか、深夜ラジオとか聞いてたタイプなんですよ、その、お笑いやれ、みたいな、はいはいはい。で、深夜ラジオ聞いてみたいなので、でもまあ僕ら、その、一回その吉本入る前に人力車に、いたんで、はい、そのそうですね、芸歴詐称してるもんな。まあまあまあ、そのね、詐称というか、まあまあまあ、はい、リセットというか、なんか、それで、吉本に40万払って、芸歴詐称する権利もらったんやろ、はい、リセット権を手に入れたんですけど、その、まあまあまあ、はい、でもまあ、その当時、アンタッチャブルさんとかのラジオ、おぎはぎさんとか聞いたんで、それが好きで、はい、そっち人力車の養成所入りましたね。高橋は？僕はですね、ちょっとまああんまりなんかないんですけど、その強い理由みたいなのが、うん、そのいやなんか珍しいよ、まあ、なんかそのめちゃイケとか、うん、あの、うん、笑う犬とか好きで、うん、笑い犬ね、でなんか。その芸人になったらああいうの出れるのかなと思ってそれで始めました芸人は。ああなるほどな、うん、はい、なんか俺薄いって聞いてたからさ、はい、そのなんか薄い中でもかなり薄いな。いや本当にやばいっす、うん、本当にお前よう続けれるよな、続いてるよな、事務所移してまで結果的にそうっすね、弱い石で、はい、すごいと、すごいよ。ありがとうございます。そう、はい、僕そ、本当にそれみたいな。マムは？俺、お前とか覚えてるかもしれんけどさ、うん、あの、高校の時にハイスクール漫才出たよ。ありました。出たの？ハイスクール漫才に、うん、俺、あの、最初なんかあの、もともと僕たちトリオだったんですよね、うんうん、ラテンソーっていう。うんうん、はい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 。犬丸と、大森と菊池で、うん、ありました、そんな時代も。その時に、なんかなんか知らんけど、エントリーをハイスクール漫才にするってなった時に俺、最初入ってなかった、そこに。そうやったっけ、そうそう、ほんでどういうことですか、なんか入ってないって。いや、ほんでコンビでなっちゃった。犬丸と大森で、なんかやるみたいな言ってて、はい、のええやんって、見に行くわって言ってた時に、いや、お前も出ろやってなって。はい、お前こいつおもろキャラぶっとったからな。お前、出とかんと。いいじゃん。おもろキャラぶっとったよ。なんで太ってんねんみたいになって。はい、で、なんか、そのまま、はい、あの、NSC まで連れてこられた感じ。わかる？わかるそんな、なんか、はい、意味わかる？はい、その時のハイスクール漫才のそのコンビ名とか何、うん、なんですか？ああ、ずっとラテンソーね、そのまま。あ、そこでラテンソーだったんですね、うん、もう。ひらがなでラテンソーやって、NSC 入ってカタカナラテンソーになった、はい、バレへんように。バレるとかないですね。俺らあの、ハイスクール漫才、歴代最多敗戦記録持ってるから。うん、どのぐらいまで行ったんですか？あの最終的に準決まで行って、決勝はいけんかったけど、はい、あのね、1回戦って、その同じエリアやったら何回でも受けれるのよ。愛知県の大会、三重県の大会。で、俺ら5会場あって、東海地区が、俺三重県出身で。はい、5会場全部で1回戦負けして、1年で5回負けて、あの審査員の人が、かわいそうやからって言って準決上げてくれた。そんな準決。1回も勝ってない。そうなんですね。そうそうそう、そういうことはありましたね。お前は俺の、俺ね。さんは僕は、どうしてもアイドルとかアナウンサーと結婚したくて、どうしてもな、あの、もともとお笑い芸人になりたいっていう小学校ぐらいの時の、あの羽飛びとかがやってた、まあね、全盛期やったね、そうそうそう、お笑いの金メダルとかあって、はい、まあ、お笑い芸人もいいな、漠然としてなりたいとかもあったけど、やっぱ確固たるものになったのは、あの高校生の時にやっぱりみんなガッキーと結婚してとか、前田敦子と結婚してって言ってるけど、はい、うん、いや、ほんまにしたいなと思ってそうそうそう、あの地元から伝統ほんまにできへんから、ほんまにしたくなって思って、
まあ、そうやな。じゃあまあ、でも高校からガチってもそんななれへんやんか、そんなアナウンサーとかには。なれへん、なれへん。まあ、はい。うん、お笑い芸人かっつって。不純な。でも気持ちでやってます。その時付き合いたかった女優さんとかアナウンサーは誰なんですか、うん、いや、ほんまに名がある、名がある女性だったら誰でも、肩書きを抱きたいと思ってたから。誰でもいいです。肩書きを抱きたかったよ。やばその女の子の目、愛を抱きたいんじゃない肩書きを抱きたいの。わかる？わかる。女の子と一緒。まあまあ、プロ野球選手と結婚したと一緒。肩書きとやりたかったの。じゃあちょっと、今からもう好きな女優ベスト3でも出す？あかんねん、お前。俺書いてきてんねん、俺これ。俺これ。相方の初対面の印象。なんか気持ち悪いな、進行。なんか、その、なんか、あんまり難しいですよね、その、なんか。一個一個のぬるっといった。プールはもともとの友達コンビ入学、はい、いや、その、人力車の時は、もともと別々のコンビでやってて、みたいな感じなんですけど。お茶でっか。相方の初対面の印象。でも、なんか、そのさっきも言ったんですけど、その相方、理由がなんか薄いんですよ。ああその薄いね。なんか、始めた。で、なんかその人力車の養成所って、なんか本当にちょ陰キャが多いんですよ、そのやっぱ。まあ、そういう、まあ、イメージはあるよ、やっぱり多少。はい、それで、なんかお笑いが好きな人が多いんですよ。うん。その、で、なんか結構みんな誰好きだろうとか、そういう話をするんですけど、なんかそこにもあんま入ってきてなかったんですよ、その相方は。やば。それで、なんか本当に、人力車のとその時の稽古場が、その授業みたいなの終わったら、その稽古場でみんなで溜まれるんですよ、その。ゴロゴロしてカップラーメン食べたりとか、自由にする。学校みたいな。学校みたいな。かっこいい、かっこいい。めっちゃいい。それでみんなでなんかじゃあ大喜利しようとか、そうなんかやったりするんですけど、だからそういうのもやらずに、なんか家も遠かったんで、もうちょっと俺は今日は帰るわってすぐ帰ってたんですよ、その。キモ。だから。なんやねん、高橋。でその絶対すぐ辞めるやつや。だからほんとすぐ辞めちゃうんじゃないかなって思ってました。はい、そうですね。なんかそれでもなんか、人力車の先輩で、タッカーの、はいあはい。高野さん。元リンゴスターの。はい。とな、なんか、まあ結構仲良くさせてもらってるんやけど、なんかよう聞くのは、はいはい。人力車は、がその吉本とかとライブ一緒になると、はい。なんか吉本の芸人とかがなんか、いや、この前の合コンでさ、とか、その、はい、男女の関係の話をすると、人力車の芸人はもうみんな、炭で震えるってどうかな。陰キャすぎるやろ。だからそう、本当になんか、でもそっちの割合の方が多いですね、そのなんか。陰キャの割合が。そう、バージン率がすごいねって。はい。人力車は。だからなんか、うん、なんかそっちがその、占めるんですよ、割合を。そう。だからその、陽キャだった僕の相方が、はい、その少数派になって、なんか馴染めないみたいな。陽キャが陰キャになるんや。なるみたいなことはありますね。だからちょっとなんか陰キャの振りみたいなのをしてました、途中は。そうだよ、陽キャ。陽キャだと浮いちゃうんで、なんか暗い振りとかもしたりとかしてました。きついな、おもんないな。高橋、その、はい、それ以前に髪型ちょっと陰キャすぎるって思って。成人男性のスポーツ狩りって陰キャしかおらんの。すいません、ちょっと清潔感で、はい、言いません。高橋はコウミに対しての印象は？僕はなんか、多分最初初めて会ったのが多分、その人力車の養成所の多分授業初日みたいな感じだったんですけど、その養成所がなんか教室なんですよね、一つの、うん、で、ドア入ってなんか下駄箱があって、で、左の方がなんか正面みたいな。うん。なんかちょっとこうなってて、入って、こっちが前で、ここに下駄箱あるみたいな感じなんですけど。で、入って、で、僕もびっくりしたんですけど、入った瞬間に、なんか、まあその、みんな、引っ込み思案の人が多いんで、すっごい後ろに溜まってたんですよ。全員が。教室のな。教室の後ろに行くんですよ、みんな。陰キャやな。前が超ガラ空きで、で、僕行って、で、挨拶とかもそんなないんで、
ウイスみたいに行って、うん、で、どんどん後ろにみんな座っていくんですね、次から来た人も。ああ、へえ、はい、それに対して、あの、コウミ一人だけが、いや、ドア付近にいたら、入れなくなんだろうって、ちょっと強めに言ってたんですよ。うわいや、まあ、なんか正しいんですけど、なんか正論をすごい言うみたいな。まあまあ、ちょっときついな。なんか正しいことだけを言う人は。教室の後ろに下駄箱があったんですよ。みんな下駄箱にこう入れるじゃないですか。その後ろに溜まりすぎたらもう絶対邪魔だから、そこ後から来たんだから、あのそこ行ったら後ろに行ったら邪魔になるから、お前は後から来たんだから前に行きなよって言って前に行かせてました。そのうわ、1年嫌われるやん。養成所の間1年嫌われるやつ。でも絶対あって本当にすごいことだったんですか、下駄箱の前が。ほんと、陰キャたちが。すごいことだ。すごいなぁ。もうなんか、コウミとか、前に行かせるやつとして名を轟かせたんやろな。それでキャラは。こいつに会ったら前に行かされるぞって。そう、その、みんな余裕を持って早く来てんだから、お前はギリギリに来たんだから前行けって言って。まあ、そりゃそうか。いや、正しいんですけど、ね。正しいんですけど、まあ、そういう正しいけど、ちょっとまあ、強いの、強めに言うな。はい。お笑いの養成所とかでは、肝がられるやつやな。だそいつがめっちゃ面白かったね。どうしようかな。確かにな。でも俺はね、マムに対してね、俺らあの、はい、6歳からの幼い、高校だけ違うけど、小中高で。6歳で、小学校も、もう田舎の学校で、クラス替えもない、ずっと一クラスの。6年間一クラス。で、こいつがやっぱ入学してきても田舎の学校なんやけど、クラス唯一のデブやったんよ。うん、そうね。なんか、その、俺がお笑い番長いただくぞみたいな、こんな感じだったもん。そんな、そんな感じで、なんか、結構そんなすぐ仲良くなった記憶はないんやけどな。いや、そうやな。昔のことすぎて。なんか、俺が仕切るぞみたいな雰囲気はあったかな。違う、俺、引っ込み思案やから、そんな思わへんって絶対。いや、なんか唯一のデブキャラを武器に頑張ろうっていう気持ちは感じたな。唯一のデブキャラ。クラス唯一の、クラス唯一のデブっていうのを、周り見渡して。小一の時点でそんな風に思います？その。そんな雰囲気は感じてた、俺は。ちょっとでも、あの、俺の第一印象言っていい？俺、こいつに第一印象ちゃんと覚えてて。はい、はい。あの、ほんまに入学式で見て、はい、こいつ、はいもう、なんか、太ってたんよ、ちょっと。はい、昔、こいつも太ってて、俺、はい、以外のデブ見んの初めてやったから、だから、デブ初めて見た時の目になってたな。はい、デブや、デブおる、俺以外のデブおるってなった。お互いにや、太ってんな、お互いって思ってたってこと。お互いやから、多分あの、こいつデブやなって思いやってた。お互いがこいつがデブキャラかって、でもデブキャラの関係争いをキャラかってお互いがしようとしてたんかもしれんな。そうなんですね。そうそう。でコンビを組むってなったわけやろ、ウルは。それでそっから。はいはい、その理由はそうです。なんか、まあ、僕らそのさっきのちょっと別々のコンビだったんですよ。うんうん、で、人力車で2年ぐらいやってて、それで、なんか、その、ちょうど、その、お互いの相方同士が、もう辞めるみたいな。ので、お互いのコンビが解散になったんですよ。はい。解散になって、まあ、僕も余ってるじゃないですか。で、あの、僕の相方も余ってるじゃないですか。で、あの、一緒にやろうって声かけてくれたんですけど、あの、僕は、その、高橋が当時組んでた相方と、ちょっとやりたいなって思って、してたんですよ、僕は。あですなんで、これは嫌気まずいな。で、ちょっと、そっち、その相方、高橋の相方とやりたいんだよね、みたいに言って、はい、あの、二人で、あの、そいつを芸人辞めるのを引き止めるっていう作業に入ったんですよ、一回。その、三人でやるんですよ。嫌やな。嫌やな。うわ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 。嫌やな、なんか。で、そうですね。で、結局、その、そいつは辞めちゃって、はいはいはい、どうしようかみたいな、もう一回その人力車の養成所とか戻ろうかみたいになったんですけど、とりあえず一回そのもう事務所も離れて、一回ちょっとキングオブコント出るかみたいな。ので出て、はい、もう、はい、一回戦キングオブコント、爆受けで、
あんま言わんわよ。あんま自分でその爆受けの顔や。本当にマジで。ブラッツが壊れるぐらい受けたんですよ、その。いや、すごい。すごいやん。もうないっす。壊れてない。あれ、新しいブラッツなんや、じゃあ今の、はい。なんかその、で、僕もその前のコンビの時、そんなに、まあそんな受けたりもしてなくて、うん、その、高橋のコンビもそんなに大きく受けてなかったんですよ。うん、なんで、その、あの、ブラッ、一回戦終わってバーンってやって、もう、あの、もう絶対受かったみたいになって、あの楽屋帰る前、楽屋帰るときに高橋が、あの、まだ出番前の後輩見つけて、目の前で、受けたー受けたーって言って、なんで陽キャやな、やっぱこれ。いや、もう我慢できなかったんですよ、本当に。受けすぎて。いや、こんなの受けた、こんな受けたの初めてだわとか言って、その本当に。笑い方もずっと痛いしな。ああ。いやいや。いやマジ嬉しい。でもそれがでもすごい良かったんで、なんかちょっと、ね、まあ、フリーで一回やってみようかなみたいな感じで。なるほどね。そうですね。はい。はい。そうや、まあいいきっかけ、十分すぎるきっかけやな。うん、うん、めっちゃいいと思う。うね、きっかけ。うん。でもね、俺らはね、こちょころお宝を引っ張り出してきたのよ、実は。え？お宝？組むことになるんやっていう予言の書があって。え、あの、あれ二人で帰り道に拾った濡れたエロ本とかのやつ？なるほど、知らないっすね。もっこ攻めとかあったやつ。いや、濡れたエロ本を二人で、な、二度濡らしたもんな。うん。二度この、何ですか、それ。こういうのがあってな。これ、10歳の時のよ、書いた手紙なんやけど、自分への未来の。それさっきの、あれじゃないですか、バイト中に書いたメモじゃないっすよね。お前、俺が10歳と25歳で字が上達してないこと言うなよ。こんな字が上達してない。あのね、なんか10歳の時に俺ら小学校で2分の1成人式だったんよ。何それ あったかもしれないです。なんかって、10歳で1回成人式すんねん、2分の1成人式で。わかります、わかります。20歳の時の自分に向けてなんかいろいろすんねん。はい、なんかと、だから当時のなんかね、手紙を見つけたのよ。なんか探してる。10年後の大森慎介、これ20歳に向けてるな。私は10年前は10歳、20歳の時、うん、はい、小学校4年生で社会見学をしました。多分 NOW の話をしてるんだよ、うん、そして今20歳になりました。今の私を紹介します。高則とコンビを結成して M1 グランプリに出場していますって書いてあるわ。俺やん、高則って。こいつなんですか、高則。高則。マムって高則なんですか。マムって高則って読むね。菊池高則で、お兄ちゃんが菊池高明。なんでお兄ちゃんのこと言うね。言うな。こいつのお兄ちゃんの話じゃ、ここではできへんだけど。お兄ちゃん、ここに高明。ここには、ここでは到底言えへんようなお兄ちゃんがおるんやけど。はい、うん、じゃあ10歳の時点でもう、あれですか、ね、そう。だから、この、そうそうそう。だから、トリオもすっ飛ばしてコンビになることは予言されていたんだなっていう。悲しいこと言うな、お前。犬丸も40万払っとんねん、ちゃんと養成所に。確かに。犬丸さんも、大人なんですか。あいつも小1から一緒よ。メズやろ、そっからコンビなんの。で、犬丸さん今いるんだったらそれ言ってもいいけど、いないから、その、なんかそれ、なんて言ってか分かんないですよ、ね。いや、お前、心と心つながってるから、俺と犬丸は今でも。いや、こいつ、俺と犬丸はって言うと、その、マルさんつながってないみたいになっちゃうから、その。お前じゃあ、俺と犬丸は今でもめっちゃ連絡取るんよ。週に、ほんまに1回ぐらい、ちゃんと連絡取って、なんか、栃木旅行行こうやとか、実家に帰ろうやとか、いろいろ言うんやけど、はい。こいつ、いや、大森くんには一切連絡してないね。いやいや、俺、したよ、この間。結婚したよって。じゃあ、その結婚したよのやつも、俺がちゃんと、なんか俺に犬丸から LINE 来て、俺結婚することになったから、あいつにも伝えといてくれへんって言われて、ありがとうございます。いや、自分でそれぐらい言えやって言って、言ったから、お前に連絡しただけで。迷子しかい。全然気まずい。全然気まずいやん。じゃあ、まあまあまあ、いろいろありますからね。じゃあ、お互いのコンビの印象いきましょう。コンビの印象。プールから見ての11月のリサ。ああ。でも、仲いいっすよね。うん、まあ、仲いいっていう印象はあるんですけど、確かに確かに。でも、一個僕が思ってるのは、うん、なんかその、大森さんって、その、かっこいいじゃないですか。その、まあ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 、まあ、その、整ってるじゃないですか。
でもなんか人気ないっすよね、そのなんか。すごい。お前言うな。なんか、このルックスなのに、はいはいはい、なんかその人気が比例してない気がして。いや、俺じゃない。そうなんよ。なんか、このルックスね。なんで今背景変えんの、お前。俺やないか。めちゃくちゃかっこええやん、俺。このルックスですよ、だって。いや、なんか、俺ら神保町でなんかネタ終わってさ、はい。はい、全然本当に名前も知らん、見たことない後輩に、11月のリサさんってなんかウケるだけですよねって言われて、はい、ウケって嫌やな。後輩にも俺ら人気なのバレてんだ。誰ですかそれ。いや、分からん、それも分からへん。だからその、だから、このルックスがあることを加味すると、ほんまに一番人気ないのは俺かもしれへんな。いや、どうやな。売れても1枚でも毎回置きチケとか。はい、俺が一番人気ないわ。人気なさそうなやつが人気ないのは、そりゃそうやろってなるけど。うん。なんか俺とか高橋とかコウミとか人気ないのはしゃあないね。ああ、まあ、確かにそう。それはもう、しょうがない。俺なんか、こいつらがチケット売れるもん。太ってるし、太ってるし、目終わってるし、コウミハゲてるし、はい、高橋髪型ダサいし。いや、髪型だけかい、俺。そうね、そんなん。お兄ちゃん、お兄ちゃんあかん、お兄ちゃん持ってるしな。お前、お兄ちゃんのこと言うなってやから。わかんないです。でも。まあ、僕はなんか11月のリサさんはそんな感じです。僕なんか印象というか、なんかでなんで11月のリサっていう名前にしたのかな。あ、これはね、でもあれですよ、あのね、一番いける女の子の名前がリサなんよ、統計上。一番いける女の子の名前が。どういうこと？どういうこと？リサで、あと女の子が一番キャバ嬢の本名で一番多いのがリサなんよ。リサ、はい、で、はい、女の子が一番行ける季節って11月なんよ。はい。クリスマス前の焦りで変えましょう。変えてください。今日。はい、それで変えてください。11月のリサで俺たちもガンガン行くぞっていう意味を込めて11月のリサ。変えます。今日変えます。で、11月にリサという女の子に会ったらば誘ってみるといい。絶対に行けるから。多分こういう感じだから多分人気ないんだろう。もうな、コウミも気づいとるかもしれんけど、俺らもう全部嘘つくのやめて、はい、諦めて、なんかいろいろ。そうそうそう、身を張るのをやめたら、もう、ワーキャーとかいらんよなって。そうそうそう。大阪の時はそれなりにチケットも売れてたんやけどね。だって俺とお前で合計40枚ぐらい売れてたもんな。売れてた、すごい。1回のライブとかで。全然売れてたんやけど。すごいな。なんか、本当に本来の姿を出していくと、やっぱ激気まい、うっとうしいってなって。ゼロになる。キモいって言われるのが気持ちよくなってもう。そうね。まあでも大阪から出てくると一回全部チャラにしないといけないから。いや、本当にゼロよ。来たばっかの時はそれなりにチケットも売れたしな。ああ、確かに。なんか俺に寄ってきた女の子がなんか思ってたんと違うなと思ってね。そのまま言うたけど。中身をバレてね。プールのコンビ名の由来は一番意味わからんけど。プールって一番キモいからね、コンビ名。プールさ。いや、でも、うん、なんか、最初に組んだとき、コンビ名どうしようってなって、はいはいはい、なんか楽しい名前がいいなで、そのなんかみんなが好きな名前というか、で、一回プールって出たんですけど、なんかプールだけだとあれかなと思って、あのフリーの時は、なんかボールプールって、なんかその、マックとかにある子供が遊ぶプールあるじゃないですか。あれ一番楽しいな。はい。あれ食堂沿いのマックにあるな、そういうの。そうそうそう。世界国の2回あるタイプのマックに。はい、それにしたんすけど、その NSC 再入学するってなった時に、そのフリーの時にあの虹の黄昏さんとかのフリーライブ出てた時に、え、プールでいいじゃんみたいな、プールってつけたかったんだったらみたいな言ってもらって、あ、じゃあそれで行こうかみたいな感じで、そうっすね、プールにしました。エゴさとかもう意味ないやろ。はい、これあれちゃん、そういう作戦ちゃん、エゴサとかしたときにエロい女の子は出てきても彼女に怒られへんからちゃん、これプール。そんなないっすよ。エゴサに来てみたいっすよ、僕らもだって、うん、でも俺らもだから変えた段階でエゴサが条件やったもん、絶対に被らないと。そうね、うん、プールって、いやでもプール、あのすごい褒めてもらいましたよ。あ、誰に、いいよ、それは言ってくれ、フォーミン。あの一回その神保町の稽古みたいなので、うん、僕ら出てないですけど代役みたいなので、あの、うん、行った時にあの又吉さん
いらっしゃって、うん、ピースの又吉さん、ピースの又吉さん行って、あのプールですお願いしますみたいな挨拶したら、プールはい、あ、プールですみたいな、あ、泳ぐプールみたいな、あ、そうですみたいな、あ、いい名前だねって言ってくれたんですよ。いや、それプールとピースが似てるだけ。それで、似てるだけ。芥川賞作家がいいって言ったら絶対いいんですよ。そうっすよ。あと俺から言わして、だって、ああ、いいよ、いいよ、いいよ。あともう一人いるんですよ、その又吉さんと、うん、あともう一人いて、その人はあのプールってすごいいい名前だよねみたいな、そのあのもう私自分がそのあのプールっていう名前をあのつけれないんだって思うと夜も眠れないみたいな、夜寝る前に毎回考えちゃうみたいな言ったのが、うん、あのピンタンパンのタカピンさんなんですよ。ピンタンパンもキモいんじゃん。ピンタンパンもコンビ名。その二人がめちゃくちゃ褒めてくれてる。いや、コンビ本で なんか、はい、タカピンの喋り口調で喋るとき、私って言うときおっさんやからな、あいつ。あの、神保町でキモいコンビ名は、プール、うん、あのピンタンパン、カナイワやから。いや、それ、順気持ち悪い。カナイワ意味わからず。まあ、まあ、正直、カナイワがダントツで気持ち悪いな。コンビ名。そうなんですよ、うん。まあ、ということでですよ、30分が経過しましたので、楽しいトークライブも終了でございます。あっという間ですね、マジで。はい。ちょっとそのまま続けようや、なんか4人で喋ろうや、今や。してな、してからな。そのあれやっぱ、養成所2回行ってるコンビと、トリオからコンビになったコンビじゃないですか。うん、そうね。でももう30分に収まんないですね。収まる、やっぱ紆余曲折があってからね。うん。説明しなきゃいけない要素が多いし。その説明で終わるかな。はい。あとなんか、最初ふわふわしすぎて、なんかその、難しかったですね。そのなんか、スタートダッシュも全然来てねえし。ちょっとそれは折れちゃいました、心。俺、分かったんが、もういっぱいみんなガッて喋るやん。うん、はい。俺、それ苦手やわ、それ。いや、やめた方がいいお前。お前、だってなんか途中で2リットルのでかいお茶飲むっていう小ボケ、誰にも触れてもらえへんって、ちょっとニヤニヤしてる。2リットルのお茶はボケちゃうから。このボケみたいにこれ飲んでたのが一番面白くなかった。というわけで、収録、はい、収録が今6月3日じゃないですか。うん、あの、うん、配信が24とかじゃないですか、うん、あのこれ20日以上寝かせるって思うと怖くないですか、ちょっと怖いなマジ怖いな。え、ちょっとさ、もう、うん、今この社員さんも見てくれてるやん、はい、もう俺らの回だけ生配信にしてもらおうや、もっとやめようそうやな、そう締めます締めます、はい、はい、はい、ということで、いや、またあの、はい、劇場再開に向けたメッセージをプールさんお願いします。はい、そうですね、僕ら今ちょっとあの新ネタとかもいっぱい作ってるんで、再開したら皆さんぜひちょっとあの劇場にあの遊びに来てください、お願いします。あの一生懸命頑張るんで、はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、あの僕たちもあのねあれしてきますんで、よろしくお願いしますということで、僕はあの待ってくれ亀田光輝のエピソードトークいっぱい持ってるんで、読んでください、何でも。おい、なんで最後におらんすかね気持ち悪い。最後におらんすかね、ということで、ありがとうございました。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 キラキラリーン、チャンネル登録、お願いします